はい、どうも皆さんこんにちは。リモン鉄道チャンネルです。私はですね、現在金竹営業所に来ておりますね。金竹営業所にはですね、多くのバスが所属しています。所属するバスの数は四方の分も入れたらですね、まあだいたい100台ぐらいはいるんじゃないでしょうか。となると金竹営業所から出るバスというものもそれなりに多いのかなとね、普通の人なら思ってしまいがちなんですけれども、実のところ全く多くありませんでしたね。時刻表も全体的にまばらな印象がございました。まあ全てを合わせてですね、15分から20分間隔でバスが発着するといったような感じでしょうかね。ということでね、金竹営業所からは1番姪野浜駅南口行きのバスへと乗っていきたいと思います。基本的に姪野浜フィーダー線にはですね、行きの古い車がですね運用入りするっていうことで知られているんですけれどもね、今回乗ったバスは不幸にも新しいバスでした。姪野浜フィーダー線を中心に走っていたバスが6台ございまして、そのうち4台がですね古いバスでございましたので、私は悪い意味で3分の1の確率を引き当てたのかもしれませんね。金竹はですね、私的にはですね、福岡の端っこにある魔境みたいなところかなとね思ってたんですけれども、新しい建物が結構目立ちましたね。そしてここよりずっと奥に見える風景はですね、福岡市中心部の風景となりますね。金竹は福岡市では珍しく山間部に位置する町でございますので、沿線の風景もなかなか特徴的だったなとね覚えております。ということでね、吉武交差点より左折、下本駅の方方面へと向かっていきたいと思います。ちなみにこのバスはですね、金竹の時点ですでに次郎丸経由の2番などとは全く異なる経路を走っていましたね。途中まで一緒の経路で走行するのかなとね私は思ってたんですけれども、違いました。個人的に1番のバスは次郎丸を経由して野方橋本駅に向かうものだと思っていましたが、全くもって見当違いでしたね。私が思い描いていたものと違う光景に合うことこそ趣味においてバスに乗る上での醍醐味なのかもしれませんね。ということでね、完全に生活道路でございます吉武、飯盛、小切地区を走行していくそうです。それにしてもバスの速度があまりにも遅いですね。この道路は制限速度が40キロでございますので、まあこの程度のねスピードなのも仕方ないのかなとも思いますが、混雑を除いた場合、いわゆる平常時ですね、この時においてはこんなにね遅いスピードで走るバスというものはそこまで多くはないんじゃないでしょうかね。ここからはですね、現在乗っている姪野浜フィーダー線のね紹介をしていきたいなと思います。姪野浜フィーダー線はですね、金竹営業所から野方、姪野浜駅、藤崎、九州医療センターの間を結ぶ路線となっています。ちなみにですね、金竹営業所と九州医療センターの間を完全走破するバスというものは1日に1本しかないそうです。これだけ聞いた場合、姪野浜フィーダー線というものは利用客が少ない限界路線なのかなってね思う人もかなり多いと思うんですけれども、実際はそういうわけではなくてですね、九州医療センターまで向かう姪野浜フィーダー線のほとんどは野方始発だからといったような理由が挙げられます。ちなみにですね、姪野浜フィーダー線という呼称はですね、複数の路線を手繰り寄せてね路線を一つに統一しようというね流れのように私的には感じておりますので、運行経路は非常に複雑でございますが、私はですね金竹営業所から出発する姪野浜フィーダー線についてのみ言及しておりますのでね、そこら辺はご了承ください。姪野浜駅から野琴線馬なんかに行く姪野浜フィーダー線の説明なんかはねしませんのでご了承ください。ということで、しばらく喋っているうちに福岡都市高速の効果が見えてきましたね。まもなくバスは橋本駅へと到着いたします。ちなみにですね、このバスは橋本駅ロータリーへと乗り入れます。時間帯にはよりますが、一部の時間帯のバスはですね橋本駅構内のロータリーには乗り入れないようです。実際に橋本駅のロータリーで地下鉄に乗り換えられているというお客さんはですね、私はそこまで見たことがありません。福岡においてはですね、バスがわざわざ駅前のロータリーへ乗り入れるといったような感じのね運行形態をとっているというものは決して少ないというわけではありませんが、あったとしても数えるほどでしょうかね。ということで、橋本駅バス停を出発、橋本駅からは高架下をくぐり抜けて姪野浜方面へと一気に北上するのかなとも思いきやね、この先このバスは橋本駅から見ると南下していくようですね。要はこのバスはなんと U ターンをしていくわけです。この運行形態にはちょっとばかりね首をかしげてしまいましたけれども、このバスは野方に乗り入れる必要があるんでね、仕方のないことなのかもしれません。ちなみにですね、現在乗っている1番姪野浜フィーダー線の金竹営業所バス停から野方バス停までの間の運行間隔というものはだいたい1時間に1本間隔でございます。しかしですね、野方から姪野浜駅までの間に関してはですね、なんと30分に1本間隔になります。ちなみにですね、
野方から姪野浜までの間はですね、1番だけではなくて、その1番の枝番にもあたる姪野浜フィーダー線1の4番や1の6番がね、追加して運行されるといったような感じになってきます。しかしですね、1の4番や1の6番などは1番の路線と比べると結構遠回りな感じになりますのでね、ご注意ください。ちなみにですね、現在乗っている姪野浜フィーダー線の行き先番号が1番である理由はですね、以前西鉄バスの1番というものが野方地区から天神方面へ走っていたことよりね、運行距離を短縮し路線名を姪野浜フィーダー線へ変えた今もなお行き先番号1番を名乗っているものかと思われます。ちなみに以前走っていた姪野浜から藤崎、赤坂門、天神方面へと向かう1番のバスはですね、運行経路というものが福岡市地下鉄空港線に酷似しているんですよね。新幹線と並行在来線の話を引き合いに出しますが、だいたい経路が似通った2路線がございますとですね、速達性のある路線を存続させ、もう片方の速達性に乏しい路線は基本的に沿線の方々のニーズに応えた路線へ変わっていくといったような場合が非常に多いです。このことを踏まえると、福岡市地下鉄空港線はそのまま、逆に西鉄バス1番は姪野浜、橋本地区などのお客さんのニーズに応えた路線へと変わっていったのかなといったような感じでございます。いつの間にかバスは野方バス停を通過していたようですね。このバスは姪野浜方面へと向かいます。ちなみにですね、1番のバスは野方より石丸新町を経由して姪野浜駅へと向かいます。ちなみにですね、1番の発生系統、例えで言うと1の4番などはですね、16丁団地やウエストヒルズを通過することもあって、現在乗っている1番とはほとんど異なるね、経路でね、姪野浜へ向かうのでご注意ください。動画の前半でも言った気がするんですけれども、橋本から姪野浜に行かれる場合はですね、1番に乗った方が早くて便利でございます。ちなみに橋本、姪野浜間の移動はですね、地下鉄でも一応できやするんですけれども、基本的にバスがメインとなってきます。沿線の人口は非常に増えつつあるのに、なんで地下鉄を通せなかったんだろうかとね、私はまあ疑問を隠せないわけですけれども、割と多くの方が同じことを思っているそうですね。しかし地下鉄が通らない分、バスで柔軟な輸送体系を確立することができたようです。以前203番や205番に乗った時にね、私が抱いた感想なんですけれども、野方地区周辺ではですね、ちょっとだけの区間の利用客というものが結構多いんですよね。はい、ということでしばらく走行いたしますとですね、まあ結構都会じみた道へとね、出てきましたね。まもなくバスは姪野浜駅へと到着いたします。ちなみにですね、姪野浜という地名の語源はですね、神宮皇后が三冠征伐から帰還した際に、アコメといういわゆる着物を洗ったというね、伝説がございまして、アコメの浜、アコメの浜、姪野浜といったような感じでね、呼び方が変わって現在の名称になったものかとね、言われております。最近になってから姪野浜を中心とした西区エリアはですね、急成長を遂げているような感じがいたしますね。ちなみに西区といえばですね、現時点では唯一昭和バスの一般路線が乗り入れているエリアとなっておりますね。かつては博多バスターミナルから西陣を経由し、西の浦や山陽高校前などに行くバスがあったそうですが、現在は存続しておりません。そして現在上に見えていたのはですね、福岡都市高速でございますですけれども、福岡都市高速環状線経由で多くの西鉄バスの一般路線が運行されています。例えで言うと、姪野浜駅から愛宕ランプを経由し、都市高速を走行し、天神へダイレクトにアクセスする路線なんかもあります。ということでね、姪野浜駅、ロータリーが近づいてまいりました。バスは間もなく終点の姪野浜駅南口へと到着いたします。ちなみにですね、1番の路線の中には、ここから先、九州医療センターに行く分もございますね。姪野浜駅南口バス停で降りられるお客さんの多くは、地下鉄や98番や都市高速系統のバスや、7番などの路線バスに乗り換えるお客さんがほとんどじゃないのかなとも思いますね。姪野浜駅の印象として一番強烈に残るのはですね、この金色のうさぎと青い荒波のモニュメントでしょうかね。このモニュメントを見ますと、姪野浜に来たんだなということをね、ひしひしと実感させてくれます。ということでね、姪野浜駅南口バス停へと到着いたしました。先ほどまで乗っていたバスはですね、ほどなくして1番野方行きとしてね、折り返していきました。7番のバスのように待機などはね、行わないようなんですね。ありがとうございました。今回はご視聴誠にありがとうございました。おすすめの動画を貼っておりますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。
右にある私のチャンネルのアイコンからチャンネル登録ができます。